ミロスラブ・ブラジェビッチは、ユーゴスラビア出身の元サッカー選手、指導者。愛称はチーロ。クロアチア人である。クロアチア代表監督として1998年の FIFA フフワールドカップで3位。クロアチアでは、すべての監督の監督と呼ばれる。現役時代は、リエカやサラエボ、シオン等でプレー。選手生活の晩年を過ごしたスイスで指導者に、転身し、 1974年にフルスシオンの監督としてスイスカップで優勝している。1979年にディエカの監督としてユーゴスラビアへ戻り、1980年にディナモザグレブの監督に就任。1981から82シーズンにはディナモを24年ぶりのユーゴスラビアリーグ優勝へ導いた。ユーゴスラビアの混乱期にはグラスホッパー、なんと、 ポックテッサロニキと西側諸国のクラブで監督を歴任。クロアチア独立後の1992年にディナモへ復帰。1994年からはクロアチア代表監督を務めた。ズボニミール、ボバン、ダボールシューケル、ロベルト・プロシネチキ等を擁したクロアチアは、1996年の UEFA 欧州選手権で準々決勝へ進出。 1998年の FIFA ワールドカップでは3位に躍進した。クロアチア代表監督退任後は、水臓癌や皮膚癌に侵されながらも、イラン代表やボスニアヘルゼゴビナ代表、上海進化等で監督を務めた。2007年には、長年の功績を称えられ、フラニオブチャル商工労賞を受賞している。ボスニアヘルゼゴビナに生まれた、クロアチア人である。 スイスの市民権を持つ。1962年に、ズデンカ・ジョルジェビッチと結婚。夫妻には3人の子供と5人の孫がいる。彼の2人の兄弟アントと、よそは、ウスタ社の一員であり、その戦闘中に17歳で死んだ。フラニオ・トゥジマンの支持者であり、クロアチア民主同盟にも、党員として、席を置いていた。トゥジマンの死後、後継となったイーボ・サナデルの、 親 EU 路線に反発して、HDZ を離党。2005年のクロアチア大統領選挙に出馬したが、全体の0.8%の得票で落選した。その後、HDZ へ復党。2009年からザグレブ市議会議員として活動した。ありがとうございます。